だまだ寒いんですけどね、日差しは随分と春めいてきたっていうかね、強い日差しになってきました。皆さんお元気ですか？帯のリメイクバッグをですね、今作ってはいるんですけど、今脱線しまして、この新しい帯をお迎えしましたら、これが洗ってもねパリパリなんですよ。こんなのあるんですね。やっぱり使い込んでない割に新しい帯なのかもしれないです。結構重いので、あんまり使われなかったのかなと思いますね。それでね、いろいろ考えてました。このパリパリなんとかしないならないかなと思って、この折りたためるファブリックバスケットを作ってみました。この帯幅がありますの、帯幅でしか作れませんから、かなり制約があるんですけども、まあ、小物入れとか、この大きさ、高さはいろいろできますね。それからマチの深さもいろいろ、底の厚みですね、それもいろいろできます。ですから切る幅とマチの大きさ、それから折り返し布の長さ、それで、少しずつ好みのものができると思います。これちょっと高いものを作ってみたんですよ。そこがね結構四角になってます。これは一重で一番最初に作った見本で作ったものなんですけど、これはちょっとね、ペンケースなんかにもなりますね。もっと低めの浅めのでもいいですよね。これたまたまこれは厚みっていうかバリバリだったんですけども、普通に柔らかい帯の場合は芯を貼って、その裏布の部分に芯を貼るっていうかな、そうするといいと思います。裏に帯ではなく裏に芯ですね、帯がね端を縫うのであんまり分厚くなりたくないんですよ。で今回この一番使いやすいかなと思う大きさ、この大きさを作ります。参考になりましたら、よろしかったら作ってください。まずね、これ折りのところはちょっともったいなくって、この無地のところで作ります。こうして左側になってまして、20センチですから帯幅で40センチのものを切りました。で内布なんですけど、裏布ですが、あまり厚いものは良くないです。着物の生地もすごくいいですね。シルクの薄手のもの、それからこれ綿のもの、これ今これシルクなんですけど、着物の生地でもいいですよ。あまり分厚くないものを選びます。そしてこれ幅、これこちら上が今帯幅ですよ。耳のところ、耳に対して3ミリ2ミリか3ミリ多めに切ります。そして両端は1センチ5ミリの縫い代で切りました。こういう風に切りました。そしてアイロンをかけまして、そして端を1センチまず折ります。1センチ折ってアイロンかけました。そして裏、これ帯の裏手です。裏にこうして1センチ控えておきます。帯が上見えてますよね。上耳です、帯の耳。そして反対側はこうして帯の耳が1センチ見えるように折ります。そしてアイロンで押さえます。上がね1センチ開くように折ります。こうしてでアイロンで押さえます。そして待ち針で留めまして、この今折ったところを縫います。これね、この端から縫います。これ端ね、ほんの少しこう内側に縫っておくと綺麗に縫えるんですけど、そしてできるだけこの際、できるだけこの際を落とさないで、でこの端も縫うんですけど、その時端ちょっとだけ
こう内側に多めに縫い代多めに縫っておきます。これで折ったところのギリギリと端に出てる部分も縫いました。あとのね、仕事がしやすいんですよ、縫っておいた方が。両端ギリギリで、しっかり縫いました。そうしましたら帯ですよ、これ帯の幅をしっかり半分に折って、それこれ底の部分になるんですけど、ここに印をします。印をしましたら、ここしるここつないで、ここ縫うんですね。縫い止めします。あ、このちょっと入ったところからまず縫いで、返し縫いも少しだけして、そしてこの端に来ますね。これ中心のポイント。そしたら反対に返して、そして次の中心のところまでずっと行きます。そしたら少し反対に返して、そして3センチぐらいのところで、これ糸がね出てきちゃうんですよ。で、こういうのは好きじゃないので、私はこうしてさ、内側で縫い止まりしますね。これ底が、底の布をこれ止め、縫い止めしたんですね。これしとかないとね、パカパカ浮いちゃうんですよ。これしといた方がいいです。そうしましたら、ちょっとここで中心部分だけ少しこう、なんていうかな、引っ張り加減というかな、そうすると綺麗にいくんですね。中でこう内布がパカパカしない。そしてこの縫い代分をしっかり帯と同じ位置で、折ります。帯は折っちゃダメですよ。帯と同じ、ちょうど帯の幅、長さのところで折るんですね。そうしてこの表にこの外に出るこのどう言ったらいいかな、返しの布って言ったらいいのかな、これが3センチ5ミリにしました。あんまりね、これだいたい10センチに仕上がるんですけど、3分の1ぐらいまでですかね。あんまり長いと格好が良くないですよね。3センチ5ミリでしておきました。3センチ5ミリで先ほどの見本の寸法になると思います。そして反対の方も3センチ5ミリで折ってアイロンをかけました。そしてこの布を縫い付けします。そしてこの布のあるところで留めます。そして戻っていきます。戻っていって、そして向こう、布の端まで来ました。そしたらここで留めます。そして少し戻ります。2センチぐらい、2、3センチ。そして返し縫いをして、これ両方縫いました。やはりこれも縫い止まりはちょっと内側、糸がチクチク出てきちゃうもんですからね。これ内布とか入らないもんですから、外側に出てる縫い目が出てる縫い方ですのでね。そうしました。そうしましたら裏、これ裏見てますね。裏を見て中表にして、下から下の輪から5センチ5ミリのところにポイントします。反対側も同じように5センチ5ミリのところでポイントします。そして表に返して、こうして折ります。反対側も表に返して折ります。しっかり5センチ5ミリのところで折ります。ここでアイロンをかけます。底部分、反対側もね。
これでね、だいたい高さ11センチぐらいになってます。結構ね、高さ11センチ使いやすい高さだと思いますね。そしてこのクリップで、まあ、待ち針でもいいんですけど、クリップです。クリップあんまり好きじゃないんですけど、このミシンにカチャカチャ当たるので、分厚いのでね、クリップもいいですよね。とやはり少し内側から始まって返し縫いをしてという手順で縫っていきで、ます。これを避けて縫う感じですから、この布より少しこちら、ほんの少し、これ布を縫い留めたミシンより少し1ミリぐらい右外側、それで糸はこの端で糸切らない。チクチク出てきちゃう。これね、布よりも少し外側に縫ってます。ですからこれね、帯だけ縫ってるんですよ。帯をこれ4枚4枚ですよね。下のまちのところも4枚になってます。でも裏布はちゃんとついてるっていう縫い方ですね。でもこれでね、縫うのは完成なんですよ。こういうふうになってます。でこれだけだとね、使いづらいんですね。で裏に返しまして、しっかり折ります。こうなってるんですよ。裏の布がこう控えてあるっていうかな、帯を縫うギリギリのところで裏布が止まってるんですよ。こうなってます。でこの三角をしっかり出します。これ左右対称ですよね。歪んじゃいますから、左右対称にこうしてしっかりこの三角にアイロンをかけます。そしたら表に返しまして、これね、アイロンがけが最後の仕上げでとってもものを言うっていうか、アイロンがけが大事なんですね。こうなってますよね。この下の方、ここ折り待ちですから、パカッてこう開いてますよね。でここにもアイロンをしっかりかけます。これアイロンかけてあるのとかけてないのとでは使い勝手がもう全然違うんですよ。かけておくといいんです。ペタンとも畳めるし。そしたらね、次はね、これで使いたい人はこれでいいんです。好みですから。これもいい形でしょう。ちょっと楕円みたいな、上の方が。下は四角いけど上がちょっと楕円。四角く使いたい人は下の三角の幅と同じ幅、上までね。で4箇所こうしてアイロンでちょっと押さえておきます。これで完成しました。これがね、ピタッと畳めるんですよ。こうね。だからね、いくつか作っておいて、そしてこれが入るボックスにこういくつか置いておくっていうかな。それもいいですよね。で参考寸法ですけども、一番マチも少ないし、高さも低いっていう、だいたいこれ9センチの高さにできてまして、マチが4センチ5ミリずつですから36センチに切って帯幅で作ってます。返し布は3センチ5ミリ、あんまり短いとなんかチュンジクリンですし、3センチ5ミリいい寸法だと思います。こんな風にね、だからこれペンケースなんかにもなるんじゃないかな。この大きさだったらもう少し低くてもいいですね。そして今作ったものは40センチに切りましたよね。そして帯幅でまちが5センチ5ミリで、返しが3センチ5ミリ、これ結構いい大きさだと思います。使いやすい大きさじゃないかな。これ毛糸玉入れて毛糸編む時に
いくつかな、3種類ぐらい毛糸玉入れて編んでもいいですね。使わないときはぺちゃんと畳める。そして一番これ大きいサイズ、これ底がね結構ね真四角 のような感じになってるんですよ。マチを大きくしたもんですから。結構これはこれでね、タオルとか、まあ、こんな大きなタンスないから、背が高くないからね。でマチが7センチ、50センチに切りまして、マチ7センチ、そして返しが4センチ、少し高く多くなってます。3センチ5ミリより。これバランスですよね。全体の高さの3分の1ぐらいが見た目がちょうどいいかなと思いますね。これね、アウトドアにいいんじゃないかなと思ったんですよ。アウトドアで、だからビニール系統の布でこういう作り方をすれば、アウトドアの時なんかにもうまく使っていただけるかなって思いました。で今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。OB バッグ今一生懸命作ってますので、今回脱線しましたけど、また見に来てください。今日もありがとうございました。